も。あ。ああ。マイクの台がない。どこ行った？とりあえず胸元あたりになんとかくっつけとくか。うん。よし。これでなんとかくっついたかな。少し外に出して。ああ、こんなもんかな。ブラブラしてるけど。時刻を、デジカメもやっぱ持っていきたいな。出るかな。13時15分14、15、16、17、18、19、20。よくかけたらこう秒単位で合わせる必要ないか。デジカメどうしよう。あれ、なんか中に入ってない感じですが。うわー、なんだこれ、霧がかかってんのか。青い上に白い霧がかかってる感じよ。この感じ映るかな。こりゃ幻想的。パンフレットによったような青さではないけど。ふかふか。おお、青い青い。おお、これ雨が降ってなかったらすごいんだろうな。浸水覚悟でデジカメ写真。やっぱり表面になんか霧、湯気が出てるな。
し。青い池に到着。天気が晴れだけど、確かに青いと。で、写真添付して。どこ？あ、撮りましょうか。あの、さ、皆さん3人だったら撮りましょうか。お願いします。え、じゃあ今1回それ撮ってるから見ようかな。あ、いいよね。うん、失礼します。もっと上の方行ったんですね。あ、そうだ、ちょっと膝は測りますよ。じゃあ、あ、そうか、カメラが濡れちゃまずいですね。あ、いや、え、じゃあこれ大丈夫です。今、あの、え、あ、じゃあ、こうして、ありがとうございます。すいません、この頭の上の気にしないでください。これビデオカメラで撮りながら来たんですよ。よいしょ。じゃあいいですか。撮ります。せーの。じゃあちょっと念のためもう一枚。せーの。はい、よいしょ。ちょっと手濡れてますけど。
あ、ビデオカメラのこと忘れてた。今フォトシンスっていう全周囲の写真撮影のためにぐるぐる回ってました。マイクは大丈夫かな。うん、あれもいいな。よっと、はい、忘れてきてる。あ、すいません。これビデオの方、意味ないな。全くビデオのこと気にせずに頭を振りまくったから。よいしょ。まあでもとりあえずこのまま撮り続けていくか。せっかくだし。レンズの曇りは、あー曇ってるな。これは霧が出てるんじゃないんですよ。レンズが曇、レンズというかケースの内側が曇ってるんですよ。じゃあさっきの青池ツイッターをやり直して、次は滝、違う、枠つぼの池だったっけ。で、こっちが何池だったかな、もう忘れたな。長いな。ね、鳥頭なんとかの池、ケイトウなんとかが池かな。これ自転車で行った方が頭の入れ少ないかな。
あ、すいません。鳥頭湯の池、なんて言うんだろうこれ。ケイトウ、湯じゃなくてバカ、ケイトウバの池、わからん。で、この後どう行くんだったっけ。リフレッシュ村行きか。こっちはiPhone でこの辺りの地図を再確認。さっき撮ってきた看板の行って、ワクツボの池に戻る方向か。こっから先で本当にクロスしてんのかな、わかりづらい。多分いいんだろうな。なんかいい感じの道になってきた。妙に道が侵食されつつある。自転車来たらこっちから青い池見に行った方がよかったな。 100m 青い池まで、うわ、うん、降ってきた。ワクツボの池行って十二湖に戻る方向がいいのかな。マイクか。よいしょ。うわー、曇ったな。ちょっとそこで拭いていくか。
ちょっとマイク一回外します。指でやれば水が入る。これ透明っぽくはなったけど、思いっきり水滴がついてるな。まあこれでやってみようか。もしかしたら音の水がついてる方が視界はいいのかもしれないし。あ、しょ、綺麗だな。これブナでいいのかな。あれはカシアって書いてあるな。バッテリーやばい。壺の池への道は、あ、やっぱ階段か。じゃあ自転車こういうと行ってきますかね。森のレストランもこの先か。あ、距離的に行ったらもうちょい先の道から降りた方がいいな。300m だけど、まあいいや、先行こう。よっ、こっちの道もすごいな。めり込まなきゃいいけど。
このぐらいだったらこの間の高峰線、ちょうど高峰線のダート走ったのよりは楽だな。石が大きくないから。目の前は蚊が眼鏡の前は蚊がずっとまとわりついてたので、これかもう一個の入り口は。あれ、うわ、靴物池までここから 500m あるな、おかしいな。あ、やっぱさっきの方が近かったんじゃないかな。500m か。自転車を押していって通れなかった時のリスクはでかいな。やっぱり歩きで行ってくるかな。さっき GPS 持ってきますけど、奇跡を取らないと。階段込みで 500m 長いな。あ、階段ちょっとだけか。いや、舗装路だ。おお、これ自転車持ってちゃ無理だったな。
まだ半分来てない。あれ、マイクどこ行った？あれ？マイクをちょっと内側に引っ込んでた。これが間違いなくブナだ。ん？お、見えてきた。で、左か。とお、ん？うん、あ、こんにちは。こんにちは。面積575平米、最大震度約 3.1 メートルほどで、12個の中では小さいものですが、その美しさは青池と並び称されるほどで、これブログによってはこの青池より綺麗だって書いてあったんですよね。とりあえず写真でも、ここはまだ iPhone でいいか。あ、見るのこっからか。写真から見てもここだよな。この角度から見るとよくわからんな。しかもこれは今 GoPro は曇ってるかもしれないけど、本当に湖の表面が白っぽいです。これ上の空が青ければ湖面というか水面下もある程度見えるんでしょうけどね。これちょっと残念。
ああ、もう曇ってるな。さても引き返してレストラン探しますかね。注意。何かこれ、何か頭上注意、頭上注意。木しかないけどな。戻ってきた。よいしょ。竹が雪でつく。
しょ。よし。じゃあさっきの、まあ、靴も池だったかな。ツイートしとこう。よかったっけ。ああ書いてないな。わ、靴棒の池か。靴棒の池。それで予定通り進むか。しかしよくこの道ルートラボで検索できるな。リフレッシュ裏が右行ったらあってん？あれ分岐の位置が違う。しかしリフレッシュの方行くとちょっと戻るのが大変そうなのでこっち。カメラ揺れてそうだな。ゲラ。ん？これが森のレストランかな。なんか違うっぽいな。これは12個名水センター。ああ、名前言ってないな。
これかな、レストランは。ここで中止かな、ちょうど2時ぐらいで。まあまあちょうどいいか。これか、森のレストラン青ゲラ。お、15時までか。よかった。ナポリタン、キノコパスタ、おすすめセットはこれはなんかクラブサンドみたいなやつか。ビーフカレー、ルミカレー、ケーキセットもあるな。よし、じゃあ食事とかなんか映像としてもいまいちだし、撮りながらやるのはめんどくさいんで、よっと、 GoPro の録画はここまでします。ありがとうございました。で、一旦タオルで中を拭いたんで、 GoPro の小麦は一旦取れてると思いますけど、また曇ってしまう可能性は高いです。で、森のレストラン、森のレストラン青ゲラさんで蕎麦定食食ってました。あったかいそばと、あのわかめと、高菜かな、あれは、わかめと、あの漬物みたいなのが入ったおそばと、高菜おにぎりみたいなやつと、あとあのハタハタのいい寿司っていう、なんか慣れ寿司みたいなやつかな。そんなに発酵臭がするわけじゃないんですけどね、なんか小さいハタハタっていう魚の、なんて言ったらいいのかな、マリネじゃないし、なんか予想外の食感で面白かったです。なんかムチッという歯応えがあって、バリッとあの噛むというか噛みちぎる感じの、予想外なんか生に近いような感触感でしたね。さて、あとはもう下っていくぐらいかな、多分。蝉の声が初めて今日知ってたのかもしれないけど、初めて意識した。予定ルートでは左に行くと砂利道でだいぶ遠回りになるな。じゃあこの梅釜の、あと金山の池ってのがあるのか、スルーして北方向に戻ります。北方向というか元の道に合流します。降ってんのか風が吹いたのか分からんな。かすかに日が差してる。石原の池というか、本当水たまりみたいになってる。晴れてる駅は綺麗だったんだろうな。さっき忘れ物してないか気になってきた。あの店に忘れてきて、こんだけ下ってくると万が一忘れ物してたら後が怖い。あ、バッグ入ってるな。
これは、あ、阿久津の池に行こうか。左見えてるのがこれ日暮れの池かな。さっきの車だ。大きい池だけど、遠目に見ただけでいいか。ん？日本キャニオン？ん？ん？ああ、ちょっと遠いな。1キロぐらい浮いてたとこだな。じゃあ、スルー。道戻ったかな。食堂があって、でこっちに熊います。ちょっと映像で一応撮る、映像で撮ろうとしても確か真っ黒で見えないんですよね。ここ、この中でヒグマがうろうろしてるんですけど、写真じゃ全然わかりませんでした。いるいる、あって、全身黒いから口の中のピンク色が見えてるだけなんですよね。牙すごいな。うんうんって言ってますね。これ来るときに土砂降りになったんで、雨宿りしたトイレです。立派です。
しようかな。12湖駅経由で行ってもあんま変わらんか。来るときはこの右の道から登ってきたんで、帰りは別の方向行ってみるか。1キロぐらいしか違わんし。でこっちの方の道はかなりぐにゃぐにゃして登ってきたんで、まだ勾配そんなにきつくなかった方だと思うんですけど、こっちは距離が短いからかなり急勾配のはず。あ、そうだ、今雨は降ってないけど中の湿気と気温差は変わらないわけだから、やっぱり曇って、あ、でもそうでもないな。やっぱり冷たい雨粒が当たるか当たらないかの差は大きいのかな。あ、店がある。旅館食堂か。こっちにも日本キャニオンって書いてある立ちちゃってるな。これ抜いてもらおうか。峠？峠？キャニオン。ああ、これのことか。なんか砂岩なのかな？あの白い銀色っぽい岩が露出してるところ。しかもね、メディアをパソコンの方に入れたままだった。よいし暑くなってきた。
左側の川なのかな、これは聞きたいかと思ったら、最後にビアさんと一緒に走ってて、水曜どうでしょうネタの話をしてたとこだな。交互通行のとこだ。いるな。今日は駅の中でまだ店やってそうだから見ていくか。これまだ浮いてあるな。ペットボトルか。
駅の中に全然見えない。白髪の12個ドロップ。またお会いしましたね。間に合ったんですね。あの電車の時間に。電車なんかめちゃくちゃ遅れて。あ、そうなんですか。電車出やすいんですか。いや、あの近くの民宿泊まるんですよ。あ、まあ宿もう取ってあるんですけど。なんかめちゃくちゃ遅れて。めちゃくちゃ今ね。ええ。13時1分ってやつが今行ってよ。右側の。右側の。え？今の時間は、今の時間がすごいな、2時間遅れ。そう、リゾートだよ。あとは押してくれるね。あ、今情報収集したところによるとこういう情報でした。そんなすごい雨だったんですね。これ射程時間、うん、あ、プラスも遅れますよと。あ、そうだ、うん、そうだ、これが射程時間プラス50分だってください。40分だ。リポート白髪があってもプラス3本ぐらい回信中に、うん、今日の日の沈む時間は6時10分頃よよって。じゃあ気をつけて。はい、民宿なんてのはインターネットかなんかで。そうですね、インターネットで探して、で今回はあの自転車乗りだけ、あの食事をする、食事代だけ払うと無料で泊めてくれるって宿があったんですよ、近くに。全国で見てもそんな見たことないんですけどね。まあ、いわゆるライダーハウスっていうのの一つなんですけど、ライダーハウスっていうあのオートバイライダー向けに寝袋とか持ってきて自分で勝手に寝るんだったら無料で泊めてやるとか、1000円ぐらい取るとか、そのぐらいの宿があるんですよ。講師の人がいるんだね。そうですね、全然儲かるとかそういうの関係なくて、そうですね、そういう人が勝手に頑張ってる人を助けようと、多分ご主人も旅行好きなんだと思うんですよ、じゃあ失礼します。えらいことになってるな。バス移動に切り替えた人がいるのかな、これは。人たちかな。あと暑。しかし今これを脱ぐと、あ、いいか、下の方だけ焼けときゃいいか。本当近いの、さっきの登ってきた入り口と。向こうに見えてるなんか青い看板のあそこのとこから登りました今日は。その時かなり雨降ってたから放送も録画もせずに登ったんですけどね。
結局青根には行ってないな。割と下の方にすぐ登り始めてすぐのところにある施設なんですけどね。まあリゾート施設なのかな、あれは。どっちにしようかな。左行くか。明日の天気予報が覆されてて晴れになってるといいな。なってないかな。これはさっき放送中断したトンネル、午前中かな、トンネル、放送中断したトンネルの上の道です、旧道です。上じゃなくて横か。あ、よく見たらわらぶき屋根とかあったのか。柱の色、柱っていうか門柱の色がちょっと変わってる。黒い柱に白の縁取り。
ここに見えてるのが向き岩崎のあたりかな。奥側はまだできてる。止まると暑い。源泉60度かけ流し60度なんて煮えるじゃないか。かわいい顔してたね、今の犬。この辺りの店もなくなってるのか。
おおおお。あ、タスコイルからもうすぐかな。おお。到着。